い、こんにちは、こんばんは。今回はですね、確率、センター試験の過去問ずっとやってるんですけどもね、2015年の追試験の、確率の問題です。ざっと見渡したところね、最近流行りの条件付き確率が載ってないんですよね。この頃はまだなかったのかな、どうなんだろうね。さあ、実際解いていってみましょうか。これどうも反復試行ですね、これどう見てもね。さあ、こういうね、問題文を読むときに一応この確率の一番面倒なところはルールを正確に理解することね、得点とかのそういったルールを必ず、正確に理解する。そのための一つの方法として僕がいつもやってるのは、書いてあることを全部図にするんです。図にします。箱があるんですね、箱があるんですね。白が3個、黒が1個ということで、1個取り出して確認して戻す、1個取り出して確認して戻す、取り出して戻す、こういう風な感じでね、書いてみるといいんです。でそして4回それを繰り返すと、4回行う。で白が取り出された回数を M、白 M 回と書いておこうかな。で整数 N を次のように定めるということで、この辺ここまでがずー、これ全部もうここから全部そうだね、例えばって書いてあるから、ここから全部その N に関するルールです。で N イコール0っていうのはもう分かりやすい、白が一度も出なかった場合が N イコール0、白なし、白0回、白0回だから N イコール0、で白が取り出されたけども2回以上連続しなかった場合、連続しない、連続しなかった場合は N イコール1、でそして2回以上連続して取り出された場合には、白玉が連続して取り出された回数の最大値、連続した最大値、回数の最大値、具体的に例が載っています。白白黒白だったら2回連続してますから、2回以上連続してということで2回連続してるんですけど、ここにもこれもどうなんだろう、これは連続とは言わないけどね、2回最大値ですから2ですね。でそして、白白白白で、これ4連続ですから、単純に4連続ですから単純に4です。分かりやすいルールです ね。このルールを確認した上で、連続した回数、もう連続した回数を N と思えば大丈夫でしょう、連続した回数。さあそれで問題具体的に言ってみましょう。はい、 M イコール3で、この手の反復試行の場合よく使われるのがこの公式ですよね。最初は P かな、最初は P で書いてあるかな、 P の、R 乗 1-P の N-R 乗っていうのがあるんですけど、あんまりこの公式を覚えてもね、この公式だけに頼ってると本当にね、中身が分かんないままやっちゃうことになるからね、気をつけてほしいです、で実際どうやってやるかっていうと、 M イコール3ということは M です、最初のやつですよ。 M の方だから白が出た回数、4回のうち3回白が出ると、ということで、これこそ、これはもう本当に公式通りですけど、4回のうち3回白が出ると。で残り1回は黒、白が出る確率は4分の3ですからね、4分の3。だからこういう文章を読み直すとそれだけでも時間ロスしますから、図を書いておくと4分の3ってもう目的のものがさっと見つかるから、図は絶対書いた方がいいです、で当然黒は4分の1ということで、あとこれ計算しますって4だね。でそしてこの分母が4つ4444で、分子の方が333、1はあるけど書かないでいい、書かなくていいね、ということで、64分の27か、これ約分1個できるから楽だったね。で次です。はい、次です。で今度はここね、 N イコール3、あ、答え書かなくていいか、もうこれでいいね。 N イコール3っていうのはどういうことかっていうと、 N イコール3っていうことは3回連続するんですよ。3回連続しなくちゃいけないから、3連続ってことは○○×ね、それからこれもあるね、こういう2通りしかないです、2通りしかないです、2通りしかないから、さっきのね、この C
がどういう意味かっていうのをやっぱきちんと理解してないと、この場合 C 何本になるんかなとかね、そんなことを考えて無駄に時間経っちゃうからね。この C は何のためにあるかっていうと、4回のうち3回だから、丸丸丸バツ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 丸丸丸っていうこの4通りなんですけど、それを計算で、この4通りを書かずに計算で求めるための方法がこの組み合わせだったわけだな、ね、だから書いたらすぐ分かるものは書けばいいんです、ね、書けばすぐ分かる、これ2通りしかないです。でしかも確率は4分の3の3乗と、こっちも4分の3の3乗でしょ、で4分の1ね、でそれが2通りしかないわけだから、ね、ということで、これも書いてみようか。4444×2 で333、約分が全然できない。これあ1個できるとかね、1個できました。おスペース大丈夫、右足映ってる、オーケー、大丈夫ですね。さっき444が64だったから2倍で128分の分子は27と、まあこんな感じか。だから基本的に書けばいいんです。こうやって書けばいいんです。書かなくてもできるのがこのタイプね、このタイプ、書かなくても計算でできるのがこういうタイプ。でも大抵の場合ね、応用問題になればなるほど書いた方がいい場合がいっぱい出てきますからね。さあ次が N イコール2となる確率です。じゃあ N イコール2と、このどういう状態が考えられるかっていうと、まず初っ端2連続、そして一旦途切れて次が丸でも×でもいいんだよね。実は4回目はどっちでもいいんだよ。だからこれをよく使う手が三角という手が、ね、三角ってどっちでもいいっていう意味、ねね、要するに最初の2回が連続、一度連続が途切れて、その後はどちらが出ても構わない。じゃあ真ん中で2回連続するパターンを考えてみよう、ね、最初の2つじゃなくて真ん中2回が連続するときには当然前後が黒でないといけないよ ね。でこの最後の2回が連続する場合、ね、この順番でまずこういうふうにね、丸々を先書いちゃう。でそれ当然その直前は×じゃないといけない、ね、黒じゃないといけないね。でその前はもちろん白でも黒でもどっちでもいいわけだ、ね、ということでタイプは3つ、まあ、正確にはこれ丸×どちらでもいいから、これが2通り、こちらも2通りだから正確には5通りあるんですけど、ね、でもね確率を計算しなくちゃいけないから、ね、一応どんな感じかというと、まずねこの2ついってみようか。この2つは確率同じです、ね、5分の3、あ違った、4分の3、4分の3、4分の3、4分の1、そしてこれどちらでもいいから1、ね、かけ1 ね。いいですか、これがね、こんなんだよ。でそれが2個あるから 2つパターンがあるからかけ2と、ね、かけ2で、そして足すことの今度はこう真ん中、真ん中はこれが白が2回、黒が2回、ね、もう C なんかいらないよ。もうこの 1パターンしかないわけだから、ね。こんな感じ。なんか C つきません。何でもかんでも C をつけちゃダメだよ。ね。一つしかないんだからね、これね。ね、だから一通りしかないから、かけ1なんて書かなくていいけど、まあ、こんな調子になってきます。で、これ計算するんですけど、これね、約分がこれ3つ。これちょっと待ってよ、これが2乗には4つやね、分母4が4つだよね、こっち約分できないんだよね。そういう時にはこっち側実は2と4で1回約分できるんだけど、ここを約分せずに我慢して、約分せずに我慢してほしい。で今4が分母に3つあるから4つにするために分子4倍します、ね、4倍します。でサザンが9で掛け2、ね、で足す、これいくら9か、でこんな感じか、わかる。でモックがいつもやる方法なんだけども、4444、ね、でこれね、この9でくくるんだよ。
9括弧シニが8足す1になるね。ということで99だからもう約分無理です。ね、99ということで約分無理。これはね、区波72、72足す9で81なんてそれでもいいんですけど、ね、どうもね、そういう計算いちいちめんどくさいからね。だから区波81。で、さっき4442があったね。で、4444ってことはさらにこの2倍になるから256になるんだ。ね。こういう分母のちょっとした計算もね、前の計算利用してください。ね、いちいちまた 4×4×4×4 なんて計算し直さずに、ね、こういうところはやっぱ前の計算の2倍、前の分母の2倍になってるっていうことで計算早くやってもらえればいいと思います。ね、さて最後です。最後の問題。で、n イコール1になる場合、今まで n イコール3、2で今度は n イコール1なんですけど、n イコール1って具体的にどうなのかっていうと、これがまた結構ややこしいんだ。ややこしいんだ、これが。ね、こういう時もう気づいてるかな。だいたいね、この最後の問題ってやつは余事象を使う場合が多いです。余事象もうだいたいね、最後の方の問題ってどっかで必ず余事象を使わせるようになるから ね、まあ、そういうところも意識的にちょっと意識の中に入れておいてほしいんだけども、なんかつまりね、可能性としてあと残ってるのが n イコール 1,2,3 で4と0が残ってるね。 n イコール4の確率、 n イコール4の確率っていうのが白白白白です。さっきありました、白白白白、つまり4分の3の4乗です。だから n イコール0の確率、ね、n イコール0の確率って要するに白が1回も出ない、 n イコール0、ね、白が一度も出ないってことは4分の1の4乗、黒ばっかり、黒黒黒黒ね、ということを確認した上で、今まで計算してきたやつを、n イコール、まあ、n イコール0ね、 n イコール1、 n イコール、あ、違うだ、これ n イコール2だね、これが n イコール2で、 n イコール3ね、4、だからこういうのを1引くで計算していけばいい。どっから足していってもいいけどね。これが2、ちょっとね、これ通分どっちみちね、4444にしたいけどね、まあ順番にいこうか。4分の4の、ここら辺の計算ね、上手にやってほしいんだよね。で、今こんな順番でやってるよ。まあこの256。これ256って4444だから同じです。分母同じです。で、それからここが128分の27なわけで、これ4444、ね、256と書いてもいいんだけど4444にしとくわけで、左三角九81足す、これが1、ここはそのままでいいね、これもそのままでいいよね。で、ここなんだけど、分母が実はね、2倍になってんだよ、これ。2倍するから54。まあ、この辺の計算は自分でやってもらえばいいんだけど、で、ここの計算、8に16の210の4567。ということで、256の、こういうのめんどくさいんだよ、これ。これが苦手なんだよ、僕は。これ引くこれか。あ、39でいいか。39、間違いないね。40、56、 OKOKOK ということで、これが答えになるわけ、ね、こっちが答えというふうな感じで、だからね、反復試行のこの公式だけにとらわれてるとできないですよ、ね、そもそもなんで C が出てくるかっていうのは、この4回のうち3回が出る、3回白が出るっていうのはどういうパターンがあるかっていうのを実際に書いてみると4通りあるわけですよ。で、4箇所のうちの1箇所に×が来る、ね、4つの場所の中から1箇所を選んで×を書き込む、つまり組み合わせ、4つの、あ、3つか、3箇所に丸か、4箇所のうちの3箇所に丸を書き込むという、で、そういう組み合わせを使って計算する。だからこんなもの本来こう見てごらん、これ使ってないでしょ、全然使ってないんですよね、だからこれを使うパターンというのは実は限定的なんです。何でもかんでも C じゃないんですよ。
ね、数えたらいい、数えてやる、これ同じだから2倍で、同じのがあるから2倍、さらにもう一つパターンがあってと。でこんな感じでやっぱ図を書いて、ね、どんなパターンがあるのかっていうことをしっかり確認していくってことの方がむしろ大事だね。ね、こういうね決まった形っていうのはなかなか入試ではそのまま出ることは、まあ、最初の1問はこれで大体出るけども、ね、他は大体これ使えなくなるのが普通です。はい、ということで、まあ、確率の問題、そういう感じで、そもそものこの C の意味をしっかり理解しておいてほしい。ね、以上、まあ、こんなもんですね。基本的な問題ですよね。はい、ということで、今回そんなもんにしておきましょう。また他の問題、いろいろセンター試験の過去問取り上げていきます。ね、またチャンネル登録でもしておいてもらえば、いつでも見れるかな、ね。参考にしてみてください。それじゃあ、さよなら。バイバイ。